スイッチを閉じる前の回路は定常状態であるため、コンデンサーは充電された状態です。スイッチを閉じると、コンデンサーは 1V の電源と同じ状態になります。本来は電源のマイナス側が 0V なので、電源のプラスとマイナスを短絡させたことになり、回路が焼き切れる可能性があり、問題として成立しないですが、出題者の意図としては、コンデンサーのマイナス側へ抵抗を通って流れると考えているとすると、左の閉回路と右の閉回路で RL 直列回路と RC 直列回路を構成し、自定数を使っても解く問題を出題していると考えられます。そうすると、コンデンサーの電源 1V は、抵抗1オームだけを通って電流が流れることになるので、最初は1アンペアからスタートすることになり、2と4は選択肢から外れます。続いて、自定数を踏まえて波形がどうなるかを考えます。自定数とは、RL 回路では R 分の L、ここでは1になるため、1秒後に左側の抵抗とコイルで、63.2% まで電圧が S を閉じた後の定常状態になるまでの上昇をすることになります。RC 回路では自定数が RC、ここでは1なので1秒後に R で電圧を消費して右側の抵抗で 63.2% 下がるように電圧が下降します。この時、RL 回路と RAC 回路で抵抗値が同じであることから、同じ量だけ電流が差し引きされることになり、結果として1アンペアから変化しないことになります。したがって、括弧5が正解となります。